この冷蔵庫ですが、去年11月だったかな？に、購入して、で、購入してね、1ヶ月もしないうちに、コンプレッサーのね、からの異音で、結局新品に交換してもらったんですが、またね、音がしだしました。聞こえるかな？なんかね、ずーっとね、カタ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 ってずっと鳴ってます。まあおそらく冷却のファンの音だと思うんですけど、もうやっぱりね、ちょっと、こう聞いてて気持ちのいい音じゃないので、修理ね、またお願いしようかと思います。というわけでね、これから購入したヤマダ電機に行ってきます。それで今からね、ヤマダ電機に行くんですが、お昼13時過ぎ。今日朝からね、ずっとバタバタしてて、まだお昼ご飯食べてないので、どうしようかな。ヤマダ電機行く前に、どっかで、昼食食べてからね、行こうかと思います。あんまり飯食ってる時間もないので、結局ね、ここにしました。じゃーん。いつものマーク。もう時間ない時はね、ここが一番。はい。580と、で、アイスで、あと614。あとチーズバーガー単品で、それで、ポイント払いで。いただきます。食べ終えたので、ヤマダ電機に移動します。前回来店した時にもらったプレミアム会員の300ポイントがあれ期間限定なんでね、ちょっとあんまり期間残ってないので、何か購入してね、消化しようと思います。手っ取り早いのはやっぱりお酒なので、どうしようかな。これが安いな。49とどっちにしようか悩むところですが、こっちにしよう。ポイントで購入してきます。ポイントで購入完了しました。じゃあ次はね、冷蔵庫の修理依頼。冷蔵庫の修理依頼の手配が終わったので仕事に戻ります。一旦自宅に戻ってきました。で、今日ね、仕事終わるのがだいぶ遅くなりそうなんで、一旦、帰宅してね。で、最近届いたものを紹介したいと思います。まずはね、これ、じゃーん。そんな大したもんじゃないんですけど、アディダスのシューズで、これね、実はまあ、こんなね、シューズなんですけど、これね、全く同じものを、っていうか、同じもので同じカラーをね、今ね、気に入って履いてます。で、今履いてるね、この同じシューズが、もうソール部がね、だいぶすり減ってきたので、新しいのね、全く同じものを購入しました。で、これもうね、確か型落ちになってて、すごい安かった。半額以下になってたんじゃないかな。普段履きだとか、あと陸上の時にもね、すごく履きやすくて、まあ軽いし、で結構ね、このクッション性もいいので、長時間ね、履いてても足が疲れにくいので気に入ってます。で、色違いで、ブルーカラーもね、持ってます。なので今ね、合計この同じ色のが2足と、ブルーの3足、使用してます。次はね、これです。じゃーん。アルティザンアーティスト。これもうね、実は開封しちゃって中取り出してます。中身はこれです。カメラストラップ。このアルティザンアーティストの新しいカメラストラップをどれに使用するかというとね、こいつです。ライカ Q。 気づいてる方もいるかと思いますが、今までね、このライカ Q には同じね、このアルティザンアーティストの、
レッド、赤色のねストラップを使ってました。でそのね赤色のストラップを取り外しして、こっち、これもねライカのディールック7ですね、こっちにね装着し直しました。まあ、これがだから今までライカ9で、ね、使ってたアルティザンアーティストのレッドで、ね、こっちに装着して新たにライカ9にね今回購入したこのカーキーですね、カーキーを装着します。早速カーキーをねライカ9に取り付けしてみました。これね勝手なイメージなんですけど、ライカってねストラップってまあ革の方も多いかと思うんですけど、色のついたストラップってどうもねどうしても自分の中ではこの赤のイメージがすごく強いです。でもう一本ね追加するときに同じね赤レッドをね購入しようかなとも最初思ったんですけど、ただやっぱりそれではね少し面白みがないので、赤いね派手な方をこっちの D-LUX7 に取り付けして、でライカ9の方にはね少し落ち着いたこのカーキを、ちょっとチョイスしてね見ました。このストラップですが、素材がね、確かシルクだったかな。で、肌触りがすごくね、いいのと、あとね、すごく柔らかいのでね、扱いしやすい。それと、あと、まあ、必要ない時はね、こういう風に簡単にね、結べるので、長さの調整もしやすくて、かなりね、気に入ってます。なかなかいい感じじゃないですかね。最後に、これをね、紹介しておきます。で、これはね、購入したんじゃなくて、お友達のね、ワトローさんがわざわざね、送ってくださいました。でこの T シャツのイラストですが、こいつです、ライカ9。大きさはちょっと大きいのかな、ちょっと大きいの、なかなかね可愛いプリントですよね。今年の夏はこの T シャツを着て、まあ、ライカを使ってねいろいろ撮影しようと予定しているので、今からすごく楽しみです。渡郎さんどうもありがとうございました。大事に使わせてもらいます。そろそろ時間なので職場にね戻って仕事の続きねやっていきます。というわけで今日の動画は以上となります。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。